今回は、菊五作の質問を多くいただいたので、それにお答えする会にしたいと思うんですが、いかがでしょうか。いいですよ、どんな質問が寄せられました？はい、まず一番多かったのが、昇進確かな菊五作を六振りとされた根拠、この質問がとても多かったですね。そうですね、六振りに限定した根拠ですか。まあ現在ですね、菊の五作とされているものの中にはね、実に様々なものがあるんですよ。例えば十六葉の菊の下に一文字が刻された、いわゆる菊一ですよね、菊一文字と言われている菊の五作、あるいはその東京国立博物館にある、この24の菊文が刻された、これも菊の五作ではないかと言われている、あるいはこの間話しましたよね、前回、厳島神社にある、ありましたね、この大内義隆が奉納したという、これ十尾ですけども、これも菊の門の焼けてはいますけど、資産に見ると24ですわね。これはね、勧進本名尽くしに出てくる菊の五作とは違うと私は思うんですね。もちろん大すり上げ無名で、菊の五作と極められたものも当然、菊の五作の中には入ってないですね。私が信じる菊の五作とは、勧進門名尽くしに、はっきりとここに描かれてますよね。菊の五作が、描かれているこの形のものが葉巻下にあるものが、私は菊の五作だと思うんですよ。で、勧進本にはここに難しく書いてありますけれども、五所たがね、小さしと書いてあるんですね。五所たがね、五所たがね、五所ので刻まれたたがね、小さしって薄くて小さいっていう意味でしょうね。五所たがね、小さし、ですからこう大きいのはないんですね。大きくないんですね。五所たがね、小さしとしてあって、形はこの形なんだから、私はこの形が葉巻の下に刻されているものが真の菊の五作というふうに解釈しているんですね。だから六本。で、第一、この勧進本が書かれたの昭和頃っていうのは、後鳥羽上皇が刀をお作りになって60年後なんです。60年後、今昭和にすれば令和4年は昭和97年ですかね。で、60年前昭和30何年でしょう、昭和30何年頃の証言頃と昭和頃ですから、まだ記憶に新しいので、この本は後鳥羽上皇の消息を知るには確かなもんだ。なるほど、そういうっていうことが言えますよね。まあ、それに基づいて私は菊の五作は現存品は6本だと言ったんですけど、それでは次の質問です。沖ノ島でも後鳥羽上皇は御番鍛冶を設けてお刀を作らさせたそうですが、沖の番鍛冶の異例はあるのでしょうか、というご質問です。沖の島では刀をお作りになってないんです。作ってないんですか。それは全部後世 の、あの伝説と言いますか、話なんでね、上皇が御所に吉般を作って、刀を作られたということは、歴史上の事実であり、またこのように、確かな作品が残ってますから、正史にはなくても、歴史上の事実として証明できるものなんですけど、沖の国の、
万鍛冶っていうのは全く存在してない。ああ、そうなんです。それどころか、刀鍛冶を呼んで、刀を作る必要も目的もなく、当然許されることではなかったと思うんですよね。ですから全く根拠のない話なんですが、はい、もうこの話は室町時代の宇都宮三河入道なんかの話にももう出てきますからね。すでにその頃から沖の五万鍛冶の話はその頃からもう室町時代からこう長く伝えられた伝説なので、今まことかのように認識されてるようですけども、沖の国の五万鍛冶は事実はありません。あ、そうなんですか。沖の万鍛冶は存在しなかった、ということなんですね。はい。はあ。それでは次の質問です。菊の五作、あるいは後鳥羽上皇が刀剣史上に及ぼした影響についてお聞かせください。菊の五作にはね、はい、まあ、そのように多くの伝説が生まれてね、今言ったように五伝も多いんですけども、まあ、この太刀が何よりも証明してますよね。そしてこのことをきっかけにね、急速に刀剣技術が発達し、完全に武士の世界になっていったっていうことが、このことも歴史的な事実ですよね。それでは次の質問です。六振りと言われる現存品のうち古青江を除いた五振りが備前物でありますが、これには何か理由があるのですか、というご質問です。そうですね、私が今言う六本のうち古青江風の十分の松田家を除いては大体備前風ですからね、まあ、今さながら鎌倉時代の鎌倉初期の、備前門の鉄の質の優秀さと焼き入れの確かさをまあ再認識させられますね。そうですね、うん、それでは次の質問です。菊の御作から後鳥羽上皇のお人柄などを垣間見ることはできますか。さあ、それは分かりません。それ歴史学者でも何でもないんで分かりませんけど、ただ上皇はね、その新古今和歌集にこのように読まれてますよね、奥山の驚が下も踏み明けて道あるよぞと人に知らせん、このような歌、この歌によって分かるようにね、常に王道を正し、まあ、人民の民のね、幸福を願われたんですね。しかし和田義盛の乱を見るまでもなくね、命がけの戦を経てきた鎌倉武士の高ぶる士気に比べればね、院の方にはね、後鳥羽上皇方にはこれという名だたる武士いなかったでしょ、大将もいないしね、第一実戦経験も乏しいですからね、結果的にはまあ謝られたということでしょうかね。そうですか、うん、上皇は戦に敗れて、沖ノ島の生活は19年にも及び、19年ね、はい、再び都に帰る希望も虚しく、60歳にて崩御されたんですが、そうですね、ありがとうございました。これで菊の御作のことが分かったというよりも、あの実心事実を改めて認識することができました、社長、次はですね、皆様に何のテーマでお話ししましょうか。今まではね、コロナ禍の下で会社も少し時間の余裕があったからね、鎌倉殿の13人というのを NHK がやるってことで締めた、このテレビドラマに沿った刀剣と頼朝、北条の間柄を、刀剣をつないだ話を組み立てようと思ったんですけど、テレビに刀の出るシーンもなくてね、鎌倉初期の刀とか刀鍛冶の話はね、本当にできずに物足りなかったですね。いやいや、すごい勉強になりました。
本当に掘り下げた内容だったと思いますが、あの勉強になったよっていうお声をかけを随分いただきましたので、うん、今後もね数字だけではなく、うん、本当にお客様が知りたいなと思うことをですね、うん、お話しいただければ嬉しいんですが、うん、今後もね、はい、有益な刀にまつわる話をね、ええ、もう少し心の中に、ええ、ありますか。少しテーマがね、この辺にもう浮かんでるんで、次回、はい、それをぜひ発表させていただこうと思う。ぜひお願いします。皆さん次回もまたね、よろしくお願いいたします。はい、お楽しみに。ありがとうございました。